気温が30度を超えましたね。ハムスター飼育にはエアコンの欠かせない時期です。エアコンが使えないんですか？それは緊急事態だ。今から私が紹介する方法を実践してください。ニトリとスーパーで手に入るし、総額1000円くらいしかかかりません。つまり小学生でも簡単に実践できます。GO です。今回は夏にエアコンが使えない人に試してほしいことを発表します。まず大前提の話をしますが、ハムスターの飼育にはエアコンが必要です。なぜならハムスターにとっては日本の夏は暑すぎるので、その気温に耐えられないからです。ウサギやチンチラと同じですね。だから理想的なことを言うと、エアコンを使えない人はハムスターを飼えない法律みたいなルールを定めるべきなんですけど、でもペットショップでハムスターを購入するときにエアコンの有無なんて確認されないし、簡単に生態を購入できちゃいますよね。その結果、正しい飼い方を知れずにハムスターを飼う人も一定の割合で生まれることになります。そしたらハムスターを飼った後になってから、飼育にエアコンが必要だって言わなかった、エアコン代が毎月2万円もかかる、こんなやつじゃなかった、もっと安く飼育できると思ったのにと驚く人もいるし、そもそも気づくこともなく真夏にハムスターを熱中症にさせてしまう人もいます。根本的な問題がどこにあるかというと、日本ではペットを迎えるのが簡単すぎるとこだと思います。けど、変えられないことを嘆いていても何も変わらないので、少しでも多くのペットが幸せに過ごせるように自分にできることを考えました。それが今回の動画で紹介するエアコンの代わりになる飼育ケージです。この方法だと電気代もエアコンの10分の1以下で済むし、材料もニトリとスーパーで揃えます。総額たったの1000円程度です。さらにはハムスターは広いケージで生活することができるようになります。今年の夏に苦しむハムちゃんが1匹でも減ることを心から願います。それでは長くなりましたが、その方法を紹介します。準備するものは3つです。ニトリの衣装ケース、2リットルのペットボトルを2本、タッパー。さあ、まずはニトリに行きましょう。横幅75センチくらいの衣装ケースが600円以下の格安で売ってます。これを真夏用のケージとして使います。ちなみに他にもいろんなケースが売ってますけど、まあ値段は2000円くらいするので、今回はみんなが真似しやすいように安い方を購入しました。次にスーパーに行きましょう。2リットルのペットボトルを2本と、それが入るサイズのタッパーを買います。総額1000円くらいで買えます。さあ、それでは家に帰りましょう。まずはニトリのケースをハムスターのケージとして使えるようにしましょう。霧などを使って通気口を開けたり、必要な人は車輪用の穴を開けましょう。次にタッパーを衣装ケースの中央に入れて、クルーガンやボンドなどで底を固定しましょう。これで夏のハムスターケージが完成です。最後に2リットルのペットボトルを冷凍庫で凍らせましょう。ケージの中にあるタッパーに凍った2リットルのペットボトルを入れましょう。そうすると、このケージ内の温度はおよそ4時間は26度周辺を保ってくれます。ちなみにこれは外気温が32度の時です。これについては去年に投稿した動画、エアコンなしで真夏を乗り切るハムスターの飼育方法で紹介した通りです。実際に行われた実験の結果を参考にしています。多くの人が私の動画を見てくださっているので、エビデンスのある手法を参考にしました。ただし、この実験で使われたケージは横幅60センチの大きなケージです。皆さんが真似しようと思ったら、ルーミー60とかグラスハーモニー600とかが必要です。けどこれ1万円もするんですよ。めっちゃ高いから真似しにくいですよね。しかもその中に2リットルのペットボトルを2本入れると、ケージの中がめっちゃ狭くなるんですよ。だからこの実験環境は飼育には使いにくいですね。そこで役に立つのがニトリで600円で買える特大ケースです。これなら2リットルのペットボトルを中に入れても、ケージの中はまだまだ広いです。しかも涼しい環境が長続きすることも検証したら分かりました。最近は気温が30度の日があったので、その時にこのケージの温度を計測してみました。その結果、ケージの端っこの温度でもおよそ5時間は24度を保ってくれました。家でエアコンが使えない人はこの方法でハムスター飼育をしてほしいです。ちなみにおまけですけど、窓にすだれなどをかけることによってケージの保冷効果は長続きしますよ。すだれも2000円以内で買えるものがあるので、ぜひ使ってみましょう。それでは効果を発表します。エアコンを終日つけた時の電気代、1日あたり400円しました。一方でペットボトルを凍らせたケージを使った時の電気代、1日あたりたったの7円です。夏の3ヶ月にかかる電気代をまとめてみると、エアコンは3万7000円くらいですが、ペットボトルは630円プラスケージ代で済みます。
つまりペットボトルを使ったケージだと電気代は圧倒的に浮きます。ケージ内の温度を比較するとエアコンをつけた場合は、まあ、完璧に制御することができます。ペットボトルケージの場合だと5時間は安定することになります。ただし2リットルのペットボトルを2本ケージに入れることが条件です。ペットボトルの数を1本にしたりとか小さなペットボトルを使用したりとかするとこの効果は保証できなくなります。真似をしてくれる方は絶対に同じ条件でしてください。そして実際に温度計を使ってケージ内の温度を計測しましょう。この方法は安いし簡単です。誰でも気軽に試せる方法を意識して私はこの動画を作りました。しかも広いケージはハムスターも喜んでくれます。だからエアコンを使えない人はせめてこの環境を作る労力は費やしてほしいと思います。少しでもハムスターが快適に夏を過ごせるようにみんなで頑張っていきましょう。それでは今回の動画も見てくださってありがとうございました。この動画がためになった、良かったと思ってくれる方はチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画も頑張ります。また次の動画でお会いしましょう。はい、ということでここからはおまけの話になります。これ真ん中にペットボトルを置いたんですけれども、これケージの上に置いてみてはどうかということでやってみました。結果的にですね、私の家ではあんまりねひんやりしてくれなかったですね。まあ、確かに冷たい空気っていうのは上から下に降りるものだから、まあ、蓋の上に置いてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、どうやら今回の蓋はね壁が大きすぎるんですよね。だからもし蓋の上に凍らせたペットボトルを2本置きたいという方はですね、もしかしたらバーベキュー用の金網がいいかもしれません。それにしてもペットボトル2本置くと重さが4キロにもなるのですごく重いです。まあ、それでですね金網がぶっ壊れたりしないように工夫をしてみてください。そしてもう一個最後におまけです。なんとですね、私が以前作ったハムスター用の公園を再現してくれた方がいらっしゃいます。その方のチャンネルのリンクと動画のリンクを動画概要説明欄に貼らせていただいているので、ぜひ見てみてください。とっても上手に作ってくれていて、私のケージよりもさらに改良してくださっています。すごくためになると思うので、ぜひ遊びに行ってくださいね。それではまたねー。